の。こちらの方に食事を組の皆様、山伏の皆様も登場なんですが、カラクリ議協も山伏と歩みを進めて前に登場いたしました。そして皆様に災いがないようにと浜田を振るいます。山伏がカラス天狗になります。そしてその男はかつて奥さんがいました。彼は離れ離れになりました。男は貧しく今も足を立って生計を立てています。そして女は都に行き、いい仕事を、そしてこの大覚寺の方に立派な御所車が参ります。自分のかつての夫だということに気がつきました。美しい着物を着て貧しい男の前に立ちました。自分の夫だということが分かったからです。喜んだ女は男に立派な衣装を用意しました。